安全というクオリティを軽自動車に。ドイツの厳格な車作り、その基準で作り上げた新しい三菱の軽自動車です。EK ワゴン誕生。ハートビートモータース。ドイツの厳格な車作り、その基準で作り上げた新しい三菱の軽自動車です。EK ワゴン誕生。ハートビートモータース。安全性能、クオリティ、走行性能、室内設計、そして数々の装備。三菱は軽自動車の全てを見つめ直しました。 EK ワゴン、それはちょうどいいサイズ、ちょうどいい装備が、ちょうどいいプライスに収まったこれからの時代のワゴンです。軽自動車の新しいスタンダード、ニューセミトールという新しい形、EK ワゴン誕生です。軽ワゴンはクラストップレベルの安全性を実現しました。厳しい衝突安全基準をハイレベルでクリア。さらに頭部衝撃保護トリムやドライバーの足首へのダメージを軽減する構造なども採用しました。EK ワゴンは走りの楽しさもとことん追求しました。前後を低く抑えた光合成ボディと優れたサスペンション、高い静粛性とともにキビキビした操縦性とロールを抑えた安定した走りが特徴です。また中低速域での加速性能に優れたエンジンと3速オートマチックの組み合わせで街中の実用域での走りやすさも追求しています。軽自動車に求められるグッドデザインとは、本当に使いやすい軽自動車のサイズとは。 EK ワゴンはセミトールボディという答えを見つけました。セダンより広く、ほとんどの立体駐車場に入る1550ミリの全高、それは軽自動車の次世代パッケージングです。
また乗る人の使い勝手を考えた数々のユーティリティも EK ワゴンの大きな魅力の一つです。軽自動車の新しいスタンダード、ニューセミトールという新しい形、EK ワゴン誕生です。モータース